さらに生クリームで、フライパンです。はい、お味噌。はい、砂糖。みりん。これをよく混ぜます。沸いてきたところで入れて、風味噌の完成です。もう少し切っていきます。常温熱、余熱あり、温加熱は1分、それで厚焼きを、カリバンです。はい、ホイル焼きの作り方ですが、まず上に黒味噌を入れていきます。割とたっぷり作りました。はい、これタイムスバランスの OK、 オイルを入れていきます。割とピッチリ、はい、熱いです。出来上がりました。